ここの概念が裁量トレードと結構違ってて、含み損を抱えているのが当たり前っていう感覚でやらなきゃいけないんですよ。その中で、その抱える含み損を極力小さくしてリスクを抑えるためには、このハーフ&ハーフっていうのが一番いいのかなって思ってます。週足で見ると、ここが最安値を作った起点がここで、それを上に抜けて高値を更新してっている、こんな感じかな。で、1つ目は週足で見たこのレンジ幅に対してハーフ&ハーフで仕掛けていく方法。例えばこのレンジ幅でハーフ&ハーフを仕掛けるとすると、これでこの想定したレンジの上半分に売りのトラリピ、下半分に買いのトラリピが入りました。今回、マネスクさんの方で新しい通貨ペア、OG キウイっていうのが使えるようになったみたいなんで、この通貨ペアでトラリピを仕掛けてみたいと思います。で、この OG キウイなんですけど、オーストラリアドルとニュージーランドドルの通貨ペアで、で、なんで OG キウイっていうのかは、ググってみれば出てくるんで、調べてみてください。で、この OG キウイなんですけど、僕も初めて使う通貨ペアで、このトラリピとすごく相性がいいらしくて、なんで相性がいいのかっていうと、狭いレンジ幅での値動きが大きいっていうので、トラリピっていうのはレンジの中で上下に動くことで、エントリーと利益確定を繰り返し利益を積み重ねていくものなので、なるべくトレンドが出やすい通貨ペアよりも一定のレンジ幅で細かく動いてくれた方が利益を積み重ねやすいっていうのはご存知ですよね。なんでそういった面からも相性がいいっていうのと、あともう一個、ショック相場に強いっていうので、あまりファンダメンタルでの大きな値動きっていうのが起こりにくいのかなって僕は認識してます。実際まだこの通貨ペアが使えるようになったの先週くらいなんで、通常どういった動きしてるのかっていうのはよくわかんないんですけど、なんかそうらしいです。なんで上位足から環境認識してみて、実際に短期と長期とこの2パターンで僕だったらどんな風に仕掛けていくかっていうのを解説していこうと思います。じゃあまず上位足から見ていきましょうか。先に長期のトレード戦略を説明した後に短期に落とし込んでいきます。じゃあまずざっくり月足から見ていくと、ここは2013年なんで、だいたいこのレンジ幅でレンジになってますよね。で、週足で見ても、だいたいこの月足で見たレンジ幅の中でずっと推移しているような、そんな状態です。で、ざっくり週足の目線だけを見ておくと、まずここが最安値、週足はピンクでちょっと太めのやつにしときます。で、週足で見ると、ここが最安値を作った起点がここで、それを上に抜けて高値を更新してっている、こんな感じかな。で、現在の最高値を作った起点となるのがこんな感じで見れると思います。で、ちょっと俯瞰してみて、こんな感じですかね。で、次に日足に落としていきます。だいたいこの日足くらいで長期のトラップを仕掛けていきたいと思うんですけど、で、この週足レベルで見てもあんまり方向感なくずっとレンジを形成している状態なので、これをだいたい日足レベルでトラップを仕掛けていくとすると、2パターンいけるのかな。1つは今引いたこの青色のラインの幅でレンジ幅を設定して、で、この通貨ペアに関してはマネスクさん自体もハーフ&ハーフを推してるみたいなので、今回僕もハーフ&ハーフでトラップを仕掛けていきたいと思います。で、1つ目は週足で見たこのレンジ幅に対してハーフ&ハーフで仕掛けていく方法。例えばこのレンジ幅でハーフ&ハーフを仕掛けるとすると、このレンジの上半分にまず売りのトラップを仕掛ける。で、注文金額を設定して、で、トラップ本数はだいたい今見てる基準とする足の1つ2つ下の足のボラを見て決めてきます。なんで、今日足で見てて1時間足くらいかな。で、1時間足でボラを見ると、で、ボラを見るときはこのアベレージトゥルーレンジ、これを使ってだいたい平均で言うと10から15くらいなんで、10として500ピプスあって、10ピプスに1本くらいのイメージなんで、ここはざっくり50本にしておきます。で、リスクを試算して、この試算して表示されるリスクが自分の想定内であればこれで OK かな。これでまず日足で見たレンジの、今想定したレンジがここからここですね。このレンジの上半分の売りのトラリピ、ハーフ&ハーフの上の部分を仕掛けます。で、注文実行、こ
これで今上半分の仕掛けは入りました。で、次に下半分を入れていきます。下半分を入れるときは、まずここの売買を買いに変更して、で、レンジ幅をさっきのここからここで、こっちもだいたい値幅が500ちょっと超えるんですけど、500ピップスくらいなので、同じようにトラップ本数を50で、リスクを試算して、まあだいたい同じような金額ですね。全てが成立した時の評価損が約10万で確認をして注文実行。これでこの想定したレンジの上半分に売りのトラリピ、下半分に買いのトラリピが入りました。これが僕の長期目線でのハーフ&ハーフの1つ目のトレードシナリオです。で、次のトレードシナリオが、まあ、同じ週足で見たこのレンジ幅で見ていくんですけど、もう少し短期、まあ、中期くらいの目線で見ていこうかなと思います。なので一旦説明するために注文を全て消します。ここで一括で消していきます。ポジションも一回消しちゃおう。こっちの買いのトラリピも一旦消して、はい、これで一旦注文全部消した状態になります。次のトレード戦略を説明していきます。前回はこのレンジ幅でハーフ&ハーフで仕掛けたんですけど、これはかなり長期的な目線で見たレンジ幅になりますよね。これだけ長期的になると、反対方向に動いた時の含み損っていうのが結構大きくなるので、まあ、その辺の心理的ストレスをなるべく抑えたいっていう方は、もう少し短期で見ていくといいと思います。なので、例えば今これで見ると、直近で言うとこの値幅で動いてますよね。で、ここ急上昇入ってて、起点と終点なんで、ここをレンジの下限、ここをレンジの上限っていう風に見て、この間でハーフ&ハーフで仕掛けていく、そういった感じでやっていこうと思います。なので、まずこのレンジを半分に割ります。で、下半分に買いのトラップ、大体この見てたレンジが500ピプスくらいのレンジなので、下半分が大体250ピプスなので、同じ金額でいくとしたら25本のトラップで、リスクを試算して問題なければ、まず下半分の買いの注文を入れる。で、次に売りに変更して、こんな感じで、で、同じように注文金額、トラップ本数を設定して、リスクを試算し、ここが問題なければ注文を実行。これでこのレンジ幅でのハーフ&ハーフで、上半分に売りのトラリピ、下半分に買いのトラリピが入りました。で、実際これ目線で言うと、まあ、上位足の目線で言うと上なんで、上方向を狙った方がいいんじゃないかって思う人も結構いると思うんですけど、実際僕自身バックテストも何回かやってて、同じレンジ幅で目線を決めて、その想定したレンジを狙った方向だけでトラリピを仕掛けるのと、ハーフ&ハーフで仕掛けるのとでは、まあその時の相場状況によっても違ってくるんですけど、大体利益の金額っていうのが同じくらいになってきます。ただし、その最大のドローダウン、含み損になっている時の最大の金額っていうのが、ハーフ&ハーフの方が圧倒的に少なく済みました。もちろんどちらもメリット、デメリットがあって、例えば狙う方向を決めて、このレンジ幅で買い方向だけのトラリピを仕掛けた場合、出口戦略を考えると、レートがここにいる時点で注文を入れてスタートとすると、細かな値動きを繰り返しながら上方向に抜けていけば、含み損なくプラスの利益だけで終われるんですけど、上方向に動いた後に下方向に動くと、そこでもう含み損が発生します。で、さらにレンジの下限の方まで行くと、この一番上の方で持った買いのポジションっていうのが、ロット数は小さいんですけど、これだけの値幅があるので結構な金額の含み損になるんですね。で、それをハーフ&ハーフで入っておけば、この真ん中でスタートして、上方向に行けば行くほど含み損にはなるけど、戻ってきた時にしっかり利益になる。で、そのままレンジアウトしてしまったとしても、含み損っていうのはそれほど大きくならないんですね。通常のその狙う方向を決めて、このレンジ幅で全て同一方向の仕掛けを持つのの半分以下ですね、で抑えることができます。で、まあレンジなんで上行ったり下行ったりするんですけど、最終的にこの真ん中にいる時にポジションを決済してしまえば、ほぼほぼ利益で終わるので、やっぱり僕ら裁量の感覚、裁量トレードの感覚でいくと、狙う方向を決めて狙っていった方がいいのかなって感じるんですけど、実際これトラリピっていうのは資産運用になるので、含み損を抱えながら少しずつ利益を積み重ねていくやり方なんですね。なんで、ここの概念が裁量トレードと結構違ってて、含み損を抱えているのが当たり前っていう感覚でやらなきゃいけないんですよ。その中で、その抱える含み損を極力小さくしてリスクを抑えるためには、このハーフ&ハーフっていうのが一番いいのかなって思って
てます。じゃあ次に短期でのトレード戦略を解説していきます。じゃあまた分かりやすくするために一回ポジションを消していきます。はい、注文全部消えました。今持ってるポジションも全部決済しました。で、短期の方はさっきの週足で見たこのレンジと大体の目線、今週足で見ると上昇トレンドが出てますよね。次に日足で環境認識を行っていきます。日足で見ると最高値がここで、まあ、ずっと上昇トレンドが出てて、ここがまあ起点かな、週足と一緒ですね。で、細かいところで見るとこういったところが起点になるのかな、意識されているところで言うとこういったところですね。なので目線で見ても日足で言うとまだ上の状態ですね。で、これ多分4時間足あたりで見ると下降トレンドが出ているような状態だと思うんですけど、4時間足でも環境認識します。